ブンブン、ハロイジュ、どうもまさるです。今回はこちらの商品を購入しましたのでご紹介したいと思います。これは何かというと、イヤホン端子を搭載していないスマートフォンに有線式のイヤホンを接続するためのアダプターになります。こういった製品はスマホを購入した場合、最初から付属している場合もありますが、今回はそれぞれ単品で販売されているモデルを購入しました。まずこちら側は、 タイプ C 端子を搭載したモデル。そしてこちら側はライトニング端子のモデルになります。では、それぞれ開封して実際にスマホに取り付けたいと思います。本体はこのようになっています。まずこちらのケーブルはタイプ C が片方についており、もう片方が一般的な3.5倍のホン端子となっています。こちらのモデルについては、 USB-C 側がライトニングになっており、反対側は3.5倍のイヤホン端子となっています。一般的にこういった製品は、イヤホン端子のないスマートフォンに有線式のイヤホンを接続するために使います。ですので、主にこういった製品を買われる方は、そういう用途で購入するかと思いますが、今回は単にイヤホンを接続するだけではなく、こういったスマホ向けのマイクを、このケーブルに接続した上でスマートフォンに接続した場合、 きちんとこのマイクは使うことができるかということを検証したいと思います。例えば今自分が持っているスマートフォンの中でイヤホン端子を搭載していないモデルとしては、こちらのサムスンの Galaxy Note 10 Plus などがあります。この端末に Type-C Type の変換アダプターを接続し、なおかつスマホ向けのマイクを接続した場合、きちんとこのマイクから録音することができるのか検証したいと思います。 まずはこのマイクをインカーアダプターに接続します。そしてもう片方をその他側に接続します。ではこの状態でカメラアプリを立ち上げ、実際にこのマイクから音声を録音することができるか検証したいと思います。今回はまずはこの標準のカメラアプリを使ってみます。ではこの状態で動画を撮影してみます。 現在は外付けのマイクで音声を録音しています。最初、録画を開始した直後、この辺に文字が出たのに気づいたでしょうか。もう一度録画を開始してみると、ヘッドセットで音声を録音していますという風に文字が出ています。ですので、きちんとこの変換アダプターを接続した状態でも、スマホ用のマイクできちんと音声が録音できています。特にこの Galaxy Note 10 Plus の場合、カメラアプリがよくできていますので、 きちんと接続したマイクを認識して標準アプリであってもマイクで録音することができるようになっています。ただ、この辺は安いスマホの場合ですと標準のカメラアプリではマイクをサポートしてない場合もあります。その場合は他のカメラアプリ、例えばオープンカメラなどを使って試してみるのがいいかと思います。ちなみに、このマイクを外して内蔵のマイクだけで音声を録音した場合、 現在は内蔵マイクで録音をしています。変換アダプターを使って外部マイクで録音した場合、それから内蔵マイクで録音した場合、それぞれの違いとしては次のようになります。現在は内部マイクを使って録音しています。現在は内部マイクを使ってて録音しています。はい。ということで、いかがだったでしょうか 残念ながらマイクを接続した場合外部マイクで録音できているというメッセージは出るものの実際のところ音声はマイクから録音されていませんでしたですので相性にもよるかもしれませんが少なくとも今回購入した変換アダプターと今使っているスマホ用のマイクの組み合わせでは Galaxy Note 10 Plus で音声を録音することはできませんでした では今度同時に購入したこのライトニングタイプ。こちらをイヤホン端子のない最新の iPhone である iPhone 11 Pro Max。こちらに接続して標準カメラアプリで動画を撮影した場合、きちんと外部マイクから音声が録音できるか検証してみたいと思います。この状態で実際に動画を撮影してみるとどうなるかということですが、 現在は外部マイクで撮影しています。こちらも同じようにマイクを接続しない状態で音声を録音した場合もご紹介します。現在は内蔵マイクで録音しています。現在は内蔵マイクで撮影しています。それぞれ聞き比べていただくと次のようになります,ます。現在は外部マイクで撮影しています。 現在は内蔵マイクで撮影しています現在はいということで iPhone での検証結果いかがだったでしょうか残念ながら iPhone についてもマイクを接続するか接続しないかにかかわらず常に内蔵マイクで録音されていましたですので今回購入した変換アダプターマイクそして iPhone の標準カメラアプリ この組み合わせではうまく音声が録音できないようです。ですのでスマホで音声をきちんと録音する場合、オーディオ端子が搭載されていないスマホの場合、USB-C、それからライトニングをオーディオ端子に変換する変換アダプターを接続する必要があります。この場合、スマホ本体だけではなく使用するアプリ、それから接続するマイクによっていろいろと相性があるようですので、 適な製品を買っただけではうまく音声が取れないようです。また今回は検証しませんでしたが最初からマイクの端子が USB-C やライトになっている製品も販売されていますもしかしたらそういった製品を購入すればうまく音声も録音できるのかもしれません実は現在そういった製品購入を検討しています購入しましたらまた今回と同じようにマイクを接続した場合それからマイクを接続しない場合 音声の録音状況がどうか検証したいと思います。現在の予定では年内にはその検証ができるかと思いますので、その辺興味のある方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回は以上です。